窓を開けて仕事をしていると、近所の小3くらいのガキンチョたちの声がよく聞こえます。先日その中の一人が、おい、女遊びしようぜと大声で叫び、みんなでどこかへ走り去っていきました。どんな遊びなんですかね。小さい頃やっていた、今考えると理解不能な遊びや行動ってありますか？私は保育園の頃、なぜかひたすら庭に落ちている枝を食べていました。美味しかったです。食いしん坊。いや、そういうことじゃなくないか。そういうことじゃなくないか。いやいやいや、無邪気じゃないですか。無邪気じゃないだろう。なんだ、枝食べる生き物って何なんだ。枝しかも落ちてるやつだろ。枝食、うん。もうわかんねえもん。芋虫だって食わねえぞ、きっと。昆虫系でもあんまいないタイプの。なんだろう、多分鳥が自分の巣を作るためにつついて持っていくくらいのイメージだよね。いや、それはよくあるかもしれない。それ食べてないじゃん。食べてないよね。でもね、子供ってそういうもんよ、確かに。わかんない。っていうか、今の子供って女遊びとかすんの？これどういうことなんだろうね。酒とタバコと女と喧嘩の女に当たる部分でしょ、これ。本当だ。すげえことやってんだな。もうすでになんか、もうすでに小学生の頃から一個俺の野望を叶えてんだな。さてですね。まあ、それはさておきですよ。まあ、子供の頃考えるとですね、はい、まあ、小野くんも言いましたけれども、意味わかんないことするわけですよ。本当意味わかんないことするね。そうなんですよ。でもね、うん、一つ一つの遊びを真剣にやってた。本当そうだね。そうなんです、うん。信じて疑わなかったね。それが面白いと。なんでかっていうとですね、うん、子供はもう無限にエネルギーがあるわけですよ。なるほどな。余ってんだな。無限のエネルギーをそういうところにぶつけちゃうわけですよ。だからその無限のエネルギーの派遣口として、うん、枝とか食べちゃうんだよ。そういうことをするんだよ。枝は栄養。しょうがない。何の栄養なんだ。よし、小野くん、今からですね、僕たちも童心に帰ろう。お、あ、なるほどね。はい。やってみようか。なので今から、子供の頃の遊びを、大人が真剣にやったらどうなるのか、これを試してみたいと思いまーす。やろう。今すぐやろう。やろうぜ。じゃあ、まあ、小野くんさん、小野くんさん。なに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 、口で、こうさ、指をさ、こうやって広げた状態でさ、学級文庫って言ってみ。学級文庫って言ってみ。学級文庫。マジかよ、学級文庫つってる、お前バカじゃねえよ。どうしても文庫になっちゃう。じゃあ、神谷さんはさ、神谷さんはさ、同じ状態で、同じ状態にして、そして、電撃文庫って言ってみて。電撃文庫、電撃文庫って言うの？オッケーオッケー。電撃文庫。あれ、スポン、さあ、スポンサーだ。スポンサー。すいません。電撃文庫って。それ、まずいよね。ビリビリ。じゃあ気を取り直してさ、次何やる。おい、おならすんなよ、小野くん。マジかよ、やめてくれよ。やめろよ、小野くん。やめろよ。ディアガールだ。ガールに向かって放送してんの。下ネタとかは良くないよね。ヘとかしねえし、俺たち。俺たちしねえし。じゃあ、小野くんさ。何？手袋ってさ。手袋って。反対に言ってみて、反対。いいよ。六部で。イェーイ！えっ、ー、あ、つばさん、マスカス！あんま殴るとかよくない。じゃあさ、かんやさん、ダンボールでどで滑ろう。わー、俺もそれ大好き、それ超大好き。今すぐ超大好き。ダンボール、この番組すげえいっぱいあるんだよね。ダンボール、超いっぱいあるからさ、なんでかっていうと、本当に売れてない商品を積んでるダンボールがいっぱいあるんだよ。そうだよね。売れてない商品とか言ってごめん。そういうこと言わないもんね。ダンボールも、資源ですか。ああ、ごめん。よくない。よくない、よくない。じゃあ、かん！何する？シリーズもしましょう、シリーズも。マジでシリーズもやろうぜ。あれですけど、俺のシリー硬いっすから。俺でもシリー硬いかな。超硬いよ。いや、俺の方が硬いっす。いや、絶対硬い。待ってよ、俺残った！ちょーいてーもう、ほんとに。ちょーいてー。シリとか、そうだよね。シリって単語はそうだよね。なんか、ラジオだし。じゃあ、ねえ、ちゃんとお風呂入ってる、このくらい。お風呂入ってるよ。マジで姉ちゃんとお風呂入ってんの？マジかよ、姉ちゃんとお風呂入ってんのかよ。うらやま、神谷さん、神谷君、ピザって10回言って。え、ピザ。ここは、エルボー？
ハイブロー、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 シュール、シュール、シュール、面白い、シュール、超面白い、シュール、超面白い。岩崎先生、いかがですか？子供の遊びは、子供のうちに全力でやっとかないとダメみたいですね。大人になって全力でやると、大人に怒られるぞ。